違います。清武の右足アウトスイング、ラッツマンとですね、デサバトに合わせましたが、そのマンツーマンのところの中ですかね。そうですね、ボールボールボール、けどそれはダメだって。永井さん大丈夫？あ、永井が通れています。永井さん大丈夫という。パッタゆっくりでいいよ、怪我したところだよね前。そうですね、今シーズン永井は肩を痛めて開幕に間に合いませんでしたもんね。肩とは言ってるんですけど、ちょっと待ってください。大丈夫ですかね。左大丈夫、大丈夫です、大丈夫という話が聞こえてきました。右肩脱臼で開幕に間に合わなかった永井ですがね、ボールとはちょっと関係ないところで瀬古選手とこう接触がありましたかね。その右肩ですが、どうやら大丈夫なようです。まあ、レフリーの方はやってみるとそれぞれの選手の故障箇所もチェックしてるんですね。うん、そうですね、まあ、非常にこう細かくゲームをやっぱコントロールされてると思うんですよね、この試合も。そうですね、今日の主審は山本雄大。さあ永井もピッチに戻っています。